はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はドゥカティのこのスクランブラーのレビューをお届けしてまいります。で、今回お借りできたのはドゥカティスクランブラーアイコンダークというモデルなんですけども、でそれにたまたまオプションの、バッグそしてウィンカーがついた状態なんですけども、後ほどまずこのついているオプション類を見てから、それからどういうバイクかご紹介してまいります。でそれとはまた別の動画で、そもそもなぜドゥカティのスクランブラーというバイクが作られたのか、そこの背景にどういう経緯があったのかというのを改めてご説明をしてまいります。今回ちょっと要点を絞って、例えば外観のこのアピアランス、ルックス、デザインについて、でそしてエンジンのフィーリング、そしてハンドリングといったところをお話していこうかと思います。まずですね、このスクランブラーのデザインについてお話をしていきたいんですが、これがそのヘリテージ系のデザインでありながら、ポストモダン、つまりヘリテージ、遺産、昔のデザインを現代風の解釈で作り直したらこうなりましたっていうところから始まっているんですけども、僕らがバイクのデザインに期待するものって、例えばこのヘッドライトがこういう丸型一等式だと、やっぱりバイクらしい形にはなるんですよね。これがもっと目になるような、要は左右に分かれ、それがその垂れ角が結構きついものになってくると、もうトランスフォーマーでロボットのようなものに回ってきますけども、これがそのオーセンティックな、いわゆるバイクらしいデザインなんですよね。でこのタンクも、ティアドロップというのか砲弾型というのか、いわゆるもうバイクのタンクらしい形を継承してはいて、ですからこのバイク全体の見た目の印象として、僕らが子供の頃から想像するようなバイクらしいデザインを維持しながらも、とてもとてもモダンな形になっているなというふうに僕は思います。で最初このアイコンが出てきた時というのは、これがもうそのカスタム車のベース車両として使うのに最適なものとして、比較的つるっとした状態で仕上がってきたんですよね。そこからだんだんと、ここから派生系モデルが出てはいったんですけども、まずはこのアイコンを中心にしてどうカスタムしていこうか、どう遊ぼうかなって考えてみると、その先にいる、じゃあカフェレーサーがいいのか、デザートスレッドがいいのかとか、もっとその細かいものによってはいくんですけども、とにかくこのアイコンというのがど真ん中にいる、うまく作ったと思うんですよね。そのヘリテージ、昔の歴史、伝統的なデザインでありながら、モダンな印象を与えたというところで、バランス感覚すごくよくできてますよね。で今回お借りしてきてこのアイコンダークというのは、アイコンってやっぱりイメージカラーとしてはイエローなんですよね。で僕もずっとそれが、アイコンの代表的なものかなと思っていたんですけども、ブラックにしてみたらどうなるんだろうっていうのを、メーカーがカスタムとして施してくれているので、とてもシックなデザインになっていますよね。でそこに今回オプションのバッグ類が装着されているので、ちょっと旅感というのが足されてきてますね。で冒頭でちょっとお話ししたように、今スクランブラーというのはレンジが広がっていて、400があって800があって、上には1100というものがあるんですけども、その中でいうとミドルクラスというところですよね。ただそもそもはこのスクランブラーというのが、世界で一番売れているバイクってどういうものがボリューム占めているかというと、やっぱり排気量帯としてはミドルクラスなんですね。でそこに実はいいバイクというのがかなり集中していた激戦区なんですね。その中にドゥカティがどう切り込んでいくのか、じゃあモンスターが1100から1200にどんどん大きくなっていて、そこにじゃあミドルクラスの 800cc 前後のものを置こうとすると、どうしても廉価版のモンスターになってしまうので、そこで全く新しいブランドとしてこのスクランブラーが生まれてきていて、だから当初は800しかなかったので、スクランブラーといえば800で、これがその代表となるバイクだったんですね。でまた機会があればですね、400とそして1100も借りてきて、その違いなんていうのは試してみたいんですけども、今回この800に限ってまず話をしていきます。で僕はちょうど先日、パニガーレ V2 そしてストライトストリートファイター V4S
の2台乗ってきているので、ちょっとだいぶ体がですねドゥカティの派手なエンジンに、まあ飲まれているというか、その印象にかなり持っていかれている部分はあるので、それとの比較もちょっと交えていきますが、まあ、イメージとしては SV650 や MT07 系のバイクをイメージしていただいて、出力的なところとしては大きな差がないです。でこの辺の排気量帯って街乗り、通勤、ツーリング抜群ですね。じゃあこれがサーキット走行会行ってみて物足りないかというと、決してそんなことはないです。ただやっぱりもっと派手な走り系のバイクの方が面白くなるのはあるはあるんですけども、このミドルっていうここの排気量帯今もうベストなところで、要は遊べない遊びがないぐらいちょうどいいところにできているんですね。でこいつはドゥカティが最近どんどん水冷エンジン化していく中で、これが空冷モデルとしてかなり今や貴重なドゥカティになっているんですね。ただ当時の空冷エンジンをもう一回そのまま積んで側を新しくしましたではなくて、現代の技術で新しく作り直しているので、当時のちょいフルのドゥカティを知っている人からすると信じられないぐらい穏やかでマイルドなエンジンフィーリングになっています。ただそこには L ツインならではの独特なフィーリングというのが確実にここにあって、でこれをもっと煮詰めて凝縮して、最後もエスプレスぐらい濃くなった時に残ったのが、それがパニガーレ V2 だったり、でそれをもっと煮詰めながらもちょっと新しい何か細工をしてみて、もっと現代的な解釈にしていくと V4 エンジンになっていったりするんですね。だから今までのドゥカティというのは排気量がちょっと低くなると、どうしても廉価版の匂いがしてしょうがなかったんですけども、スクランブラーに関してはもちろんコストをギュッと抑えているにもかかわらず、コストカット感が車体から感じられないというのがこれすごくいいところで、まあ、デザインがとてもモダンに仕上がっているからこそ、そういうコストカット感が出てきていない、うまくそれを隠せているというのもあるのかもしれませんが、走りがですね決してチープではないんですね。だからスモールドゥカティではあるんですけども、ドゥカティとは全く別のブランドのスクランブラーという心臓部として、このエンジンはちゃんと成立しています。まあ、L ツインならではの歩幅があるってドカ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 と加速していくような、燃焼の一発をトラクションに変換していく、それを自分の右手で操るというところの面白さは抜群にあって、これが 1200cc 級の大きなドゥカティエンジンだと、最初からそれを楽しむにはちょっと馬力が多すぎて、今ライディングモードがついていてレインモードで馬力下げたりと簡単にできますけども、でもそれって結局はデジタル的にプログラム的に間引いてるだけなので、実際の心臓小さくなるわけじゃないんですよね。このスクランブラーの800のエンジンというのがいろんな意味ですとてもとてもちょうどいいかなと僕は感じています。最後にハンドリングの話なんですけども、まあ、このバイクはリア17インチ、そしてフロントが18インチっていう構成になってるんですけども、大昔の、まあ、今のスーパースポーツの前身のものというのはホイールもちろん大きかったんですけど、今のスポーツ系のバイクというのは17インチがまあ定番化しましたよね。でフロントタイヤが大きいことによって、最初これ海外試乗会でアメリカ走らせていただいたんですけど、その時に峠道をガンガン走ったんですけど、多少大回り感とか出るかなと思ったら、フロントにちょっとのバタつき感のようなものはあるわって、やっぱり17インチの方が小さくくるっと曲げやすいところはあれど、じゃあこれが曲がらないバイクなのかハンドリングマシンじゃないのかというと、そんなことはないです。そこはやっぱり作ってるのがドゥカティなだけに、スクランブラーという別ブランドやどもハンドリングはドゥカティのものがきちんとあります。でこのフロント周りなんですけど、ここがどこかでわざとダルな要素を持たせることでハンドリングを曖昧にすることで乗りやすくするという証拠あるはあっても、これはフロントの印象をしっかりとカチッとしているんですね。ただアイコンはハンドルそのものがかなり高い位置についているので、これが例えばセパハンとか下げたものになるとまた印象大きく変わるんですが、これフロントタイヤが17インチという別のバージョンもあるので、走りにこだわる、まあ、フロントのハンドリングにこだわるのであれば、やはり17インチのものの方がそっちには向いてはいるんですけども、デザインの印象として前足がちょっと大きくなっているのが、やっぱりこのシルエットとしてもとてもとてもこれ可愛らしいんですね。で世界中にこのスクランブラーが最初登場した時に、世界中のドゥカティディーラーの人たちやドゥカティスティたちが何をしたかというと、やっぱりこれ17インチ化してもっとスポーツタイヤ、ハイグリップタイヤ履かせたらもっと楽しくなっちゃうんじゃないの、こんなに楽しく遊びやすい小さなドゥカティってこれまでなかったよねって最初みんな興奮したんですが、その後にはやっぱり派生系モデルで17インチモデルが出てきました。でただじゃあこれをわざわざ17インチ化してハンドリングをもっとキビキビしたものにする必要があるかというと、僕はこの18インチのこの状態で何も困っているものはありません。というのも前輪の上にしっかり乗って、前輪を自分の胸の中に入れるように小さくキュッとタイトと曲げることもしやすいし、じゃあそこで低回転機からアクセルをバッタ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 ッって開けていく過程も、なぜ 1200cc 級のドゥカティのかなり厚めのエンジンから比べると緊張感がすごく少なくできているので、そういった面でも扱いやすさが前に出ていて、さっきのエンジンフィーリング、そして今度ハンドリングのフィーリングとの組み合わさっていて、とてもイージーで
バイク遊びを始めやすい名車としてこのスクランブラー仕上がっています。まあ、こいつが出てくる前にはですね、ヤマハの MT-07 系のものがあって、やっぱりドゥカティ本社も相当そこのお客さんのレンジ、そこにボリュームがあったので、そこを意識はしていたものの、そこからドゥカティなりの解釈でどうするかっていうところが本当に面白かったんですが、このスクランブラーはいい仕事してですね、これまでスモールモンスターじゃできないことをこのスクランブラーはやることができたんですね。まあ、この軽快なハンドリング、もっと切れ味があるのがどちらかというとモンスター系のものです。それよりかはちょっと前輪を遠くしてあげて、もうちょっと穏やかに景色を見る楽しさというものをハンドリングに与えた、これがスクランブラーの功績じゃないですかね。さあ、駆け足ではありましたが、ドゥカティスクランブラーがどういうバイクなのかを話してまいりました。なかなかといろんなこと言いましたけども、要はこれですね、今むちゃくちゃ面白いですね。出てきた時もすごい楽しいバイクだったんですけど、そこからいろんな新しいもの出てきていろいろ乗りましたけども、それでもいろいろ乗ってみてスクランブラーやっぱ楽しいですね。でなんか気軽なバイクって全部面白くて、それって自由に遊べて、で今技術が進歩しすぎちゃって、もうスロットルも電性スロットルで、そこにトラクションコントロールがあって、なんたらコントロールがあって、スロットルフィーリングもなんかデジタルになってきてる中で、最初それがちょっと嫌なフィルのバイクがあったけど、そこはもうとっくに終わっていて、今各社自然なフィルを出せてもいる、そこに味付けもうまくなってきたし、そういうなんか新しいバイクに不満はないものの、やっぱりこういうちょっと原始的なバイクというか、いわゆるバイクらしいバイク乗るとどうしてもホッとするところはあって、で今僕が乗ってるテネレはこれよりももっと生々しさがあって気に入っているんですけど、これはそういうところをちょっとマイルドにまとめているというか、もうバランス感覚すごく良くてですね、まあ、現代のドゥカティの人たちが現代人、そしてこれからバイクに乗る人たちのために作ったバイクというところで、やっぱりこれ存在そのものがもう新しいバイクなんですね。で出てきてちょっと時間は経ちましたけども、全く色褪せることなくですね、でかつスクランブラーという社名のバイクが他のメーカーからも出てくるぐらいフォロワーをたくさん作ったバイクなんですけど、これがやっぱりずっと僕は、キングオブスクランブラーというか、今の時代のスクランブラーだと僕は思います。でこのバイクのシルエット、まあ、フロントから横からいろいろ見ていただきましたが、このリア周りバッグついた状態かっこいいですよね。妙にこれ旅感も出ているし、で、まあ、ちょっと僕らですね、まあ、身長180超えてくるライダーにとってはちょっとバイク小さいものの、まあ、SR400 ってすごくいいなと思うんですけど、僕にはちょっと車体小さすぎたんですね。800、このスクランブラー800ぐらいあってくれるとちょうどいいかな。ただ足つきと膝をステップに乗せる時のこの曲がり角というのがあまりにきつくて、ちょっと狭いところはあるので、まあ、体が大きな方はちょっと苦労するかもしれませんね。でもそういった方でもスクランブラー1100があるので、心配は無用です。僕が免許取り立ての頃これに乗っていたら、ドゥカティに乗れて、しかもドゥカティエンジン でそれがとても簡単で何の不安もなく、雨の中でも初めての長距離ツーリングのいかなる時でも楽しく走れたと思うので、そういう意味でやっぱりこのバイクの存在は、まあ、バイク業界においてもすごく、功績のある名車かなと僕は思います。で派生系モデルいろいろあれど、まあ、まずはこの真ん中のアイコンをベースにどうカスタムして自分だけのアイコンを作るかってところを楽しんでもらえると、すごくいいバイクなんじゃないかなと僕は感じております。できれば次はですね、400そして1100がどんなものなのか乗ってまたお話をお届けしていきたいなと思っておりますので、よかったらレビューを引き続きご覧になってください。なんか横で喋ってるとですね、もう自分がオーナーになったかなという気分もしてきて、ちょっとテンション上がってきたんですけども、またドゥカティのレビュー続けてまいりますので、またお会いしましょう。引き続きチャンネル登録をして通知をオンにしてお待ちください。そんなわけでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。